会社ゼンショーの浅野です。今日はお引き渡し前のお客様のお家をご紹介させていただきます。外観はホワイトとベージュ2色を採用しており、南側の一部には木でできた外壁をアクセントとして取り入れています。じゃあまずここが玄関になるんですけども、ツーウェイでなってます。でこちらがお客様用の玄関で、こちらがご家族が入ってくるようなスペースになりますね。でこちらで靴脱いでもらって、ここに玄関収納がある靴箱があるんですけど、これメーカーさんのシネさんのメーカー品なんですけど、収納量がすごく多いのが特徴と、あとは可動な式になっているので、棚の高さを自由に調節できるよっていう商品になります。でここの色は後ほど出てくるんですけど、扉の色と全部合わせてますので、すごく統一感があるような雰囲気になります。で玄関入ってすぐの収納なので、もう皆さん掃除機とかを収納されるのにちょうどいい場所かなと。で可動棚もあって、ここも高さを調節できるので、必要な高さに、変えていただいて、収納が可能になってます。階段上がっていただくと、まずちょっと広めの廊下を取ってます。ここがちょっとしたくつろぐスペースにもなるよ、廊下としての機能だけじゃなくてくつろぐようなスペースにもなってます。実際ここに座っていただくと、このお家の全体が見渡せるような場所なので、すごく景色がいい場所になってます。じゃあ2階はお子様の部屋だけ2つ乗ってる感じになりますので、まずはこちらで入っていただいて、大きな洗濯機の窓を取り入れてます。こちらが南側になるんですけども、すごく日中は明るいお部屋になると思います。このお宅はお子様が2人なので、この部屋が2つあります。今度窓の方向が変わりまして、こっちが東側なので、午前中はこちらのお部屋の方がすごく明るいです。で向こうの部屋と少し違うのが、出窓を設けてます。でここにね、座ったり本読んだり、景色眺めたり、すごく景色がいい場所なので、やっていただけるようなスペースになってます。でまず特徴的なのが、下がカーペットで仕上げてます。お施主様のこだわりで、寝室はやっぱり落ち着きたいということで、下のこう、踏み心地、カーペットがご希望されていましたので採用しています。ちょっと厚みのあるカーペットですね。なんで下にこう、無垢材ではなくてカーペットを敷くことで音が響かなくなるので、かなり落ち着いた空間になるんじゃないかなと思います。はい。ご主人のご希望で、寝室の上にロフトスペースを設けて、趣味部屋というのを設置しています。で大きさはですね、こちらにウォークインクローゼットがあるんですけど、ここの真上をちょうどそのまま生かしてますので、大きさ4畳、結構大きい趣味部屋を作りました。はい。でここが収納になるんですけど、収納の仕方が主にハンガーにかけて洋服かけるよというタイプの生活をされているので、ハンガースペースを多く取ってます。でここに鏡をつけてますので、ここに、服収納してますので、ここでちょっとこう合わせたりとかするような鏡ですね、ここにつけてます。こちらが造作の洗面になってます。でこのタイルは奥様が希望されたタイルを貼って、天板は人造大理石で作ってます。鏡大きくて、ここ幅は、4人家族で朝こう支度がこう渋滞するよってことなので、ここは広めに取ってます。でポイントはここにゴミ箱がありますので、ここでティッシュとか
使ったものをここにポイッと捨てれるよ。でゴミはここから回収できますよっていう、そんな作りになってます。トイレになってます。ここも奥様こだわられたポイントで、ここは、実際にタイルを貼ってます。タイルを貼って上をベージュのクロスで仕上げています。でこちらが脱衣所とお風呂になっています。でここが約1坪の、ここ洗濯機ですねと脱衣所で、お風呂がこれです。東東さんのお風呂になるんですけど、少し洗い場が広いタイプのお風呂になっています。ご家族まだお子様が小さくて2人で男の子2人ということで、まあここ、まあ、みんなで入れるように、お子さんと一緒に入れるように洗い場を広くされているということですね。はい、じゃあ次は、LDK リビングダイニングキッチンをご紹介します。大きさとしては約20畳ぐらい、ただ正方形とか長方形の20畳ではなくて、ちょっとこうクランクが上がっているよという、LDK になります。で見ていただいて、特徴的なのがこの鉄のアイアン階段、ストリップ階段なんですけど、下側は開放的に使えるよという特徴と、単純に言えば、スタイリッシュでかっこいい階段になります。これは、お施主様の奥様がご希望された階段になりますね。はい、階段のちょうど上に間接照明があるんですけど、こちらが実は照明がそこまでなくて、この間接照明がほぼメインな照明になるんですけど、夜とか来てみるとあの間接照明が意外と生きてて、こっちがちょうどいい明るさになります。で、こちらが薪ストーブですね。これはご主人が希望されたものですが、ちょうどリビング LDK の中心に配置するように設計士が考えておりまして、リビング全体とか、これだけ大きければお家全体が高くなるような配置になっています。でキッチンなんですけど、ここも、こだわり部分がありまして、まずはカウンターですね。お子様が勉強するスペースであったりとか、あとは朝食とか、簡単に食事を済まされる際、いいかなと。はい、でここがですね、ちょっとこここだわりなんですけど、照明が一つずつ色が変わるよっていうのもポイントになってます。お勉強されるってことで、勉強される際は明るい白っぽいライトで食べる。で、それに伴ってコンセントもついてるんで、ちょっとカフェっぽいスペースにもなってます。すごく景色がいい場所になります。なんで1階でくつろぐスペースとしては、ここすごく最適かな。キッチンのこだわりとして、ここにキッチンを配置した理由としては、ここからやっぱり大きい窓がすぐ外にあって外の景色を眺めれるよっていうのと、ちょっと目の前に小さい可愛らしい電車が通るので、それを見ながら奥様の家事とかできるようなっていうので、この配置でキッチンを配置してます。でキッチンは奥様のこだわりですね。上がステンレスの天板になってて、下の色も奥様決められたみたいです。カップボードもその色に合わせて後ろずらーっと並んでるんですけど、ここに冷凍庫を配置する予定になってます。でその上に間接照明、これも、ここに配置することでかなりここの空間のイメージがガラッと変わります。ないと本当にクロスでペラッとなっちゃうんですけど、これがあることによってここがすごくおしゃれな空間になります。はい、以上でこのお家のご紹介になります。他にも素敵なお家いっぱいありますので、概要欄にあるリンクから全社のホームページに飛んでいただいて、ぜひご覧ください。はい、あとチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。以上、浅野でした。